こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、レンズの方の発音前の作動確認です。こちらですね、ペンタックスのレンズになります。SMC のタクマの方ですね、50-5.1.8 ですね。こちらですね、改造レンズになります。中にですね、こういった石を入れてですね、改造したものになります。いわゆるリングボケができるものですね。今実際ですね、このマウントアダプターをつけます。スクリューマウント用のアダプターをつけてミラーレスで撮影をしました。実際ですね、外で撮った先ほどの画像をお見せいたします。こんな感じですね、ミラーレスで撮って、今これ完全にリングボケになってます。でこれですね、ピントを甘くすればするほどこういう形に撮れるんですけど、よくある普通の玉ボケあるじゃないですか。よく逆光で、木の葉っぱとかがあって、フェンスでもいいですよね。その手前にシャッターを置いて、撮るような撮影ですけど、そういう時に、発生しやすいので、通常、単体でピント合わせたら出にくいです。後ろの背景が条件に整った形だと出やすいので、撮影する際は参考にしてください。はい、今昼間ですけど、これ夜だとかなり綺麗になってますね。はい、撮影はですね、環境によってとか、撮る被写体とかですね、場所にもよりますが、条件を合わせて撮ってください。はい、あとですね、全体にクリーニングして出荷いたします。はい、これですね、非常に面白いですよね。はい、簡単な説明ですが以上です。よろしくお願いします。